生まれてきた意味ですか。吉谷さん語りますね。 YouTube がなかったらどうしてたかっていうと、私はねセミナー講師で毎日のようにセミナーしてましたね。で今みたいな世の中になるとなかなかセミナーっていうのもね、リアルセミナーできないですから、そうですね、多分ラジオのパーソナリティとか、あとはそうだな、文章ですかね。メールがあるとしたらメールでの相談相手になるかなと思います。無料の相談からアップグレードして、特にね、細かい状況にフォーカスしたご相談メールをやって、で、まあ、メールってものをねかなり流行らせていたんではないかなと思いますよね。あとはそうですね、最近クラブハウスっていうのが出てきたみたいですけども、あそこでスピーカーをやるかもしれないですね。まあ、クラブハウスは招待制なんで、誰かが招待してくれないとそこに参加することもできないらしいですよね。で、招待チケットっていうのは2枚しかないんで、相当大切な人しか招待しないということで、私の番はいつになるのでしょうかということでございます。まあね、ちょっとクラブハウスっていうね SNS の話になりますけども、あれはもう現実今ね影響力がある人しか誘われないというね、まさにそのインフルエンサーの二極化が行き着いたところだと思います。まあ、ですんでトークが面白い人は、まあ、すぐに呼ばれるでしょうしね、あまり面白くない人は呼ばれるのが後になるでしょうしね、で全然ダメな人は永遠に呼ばれずにクラブハウスでは、全然なんか楽しめないっていうかね、仮に呼ばれたとしても、いつか呼ばれると思いますけど、そうなったとしてもただ見るだけみたいな、聞くだけみたいな感じで、なかなかね登壇するチャンスはいただけないんだろうなと思うんですよ。まさに発信力の二極化っていうね、情報の二極化が来てしまったというね、私の最も恐れている SNS が登場したわけですよ。 YouTube ならねこういうふうに量産してなんとか目立つこともできるんですけども、クラブハウスって量産しても全くね意味がないんですよね。それこそね5分間だけ話したら人が来るみたいな、いやそれよりもその人が参加したらもう話の内容とかなんとかじゃなくって来るみたいなね、そこまで極まった人しかクラブハウスってのは面白くないということがあると思います。だから情報上流の方はお互いに紹介し合って、どん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 ねスピーカーとしてまさに稼いでいくと思いますけども、情報のセンスがない方はクラブハウスというのはねもうただ苦痛でしかないよということになるのかもしれないですね。まあいろいろと申し上げましたけども、生きてる意味ね、私あんまり深く考えないんですけども、ああなんか今日も良かったなーって思うことでいいのかなと。それこそ人生全部の生きてる意味なんてのはあんまり考えないです。今日生きて生まれて、なんか良かったな、美味しいもの食べたなとか、あなんか優しい言葉かけてもらえたなとかね、誰かを励ましたな、そのぐらいのことでねやってますね。またね桜井翔一さんの話に戻ります。麻雀のプロの桜井翔一さんの言葉に戻りますけども、麻雀っていうのはね、いろんな組織対組織がいろんな利権をかけて勝負することがあるんですよ。例えばある都道府県の原発の土地利権をかけて麻雀で数十億っていう金額をね動かすことがあったらしいんですよ。でそうなるともう金額じゃなくて何キロっていう数え方らしいです。札束何キロ対何キロみたいな、そんな勝負らしいんですよ。でそこでね、何が言いたいかっていうことなんですけども、存在意義とかね、物事の価値っていうことなんですけども、麻雀って勝つことに価値があるっていうふうにその勝負の世界では桜井翔一さん思ってたらしいんですけども、ある時ね、心の師匠と言える人なのかどうか分かりませんけども、あるホームレスの常さんという方とちょっと会話をする機会があったんですよ。大勝負の前に常さんって方にね呼ばれて、公園のそのバラックの中に入っていったんですよね。そこで桜井翔一会長は麻雀をすることになるんですけども、ホームレスのそのやつらを叩き起こして4人で始まったんですよ。で桜井会長はまたね厳しい麻雀打つわけですよ、きつい麻雀を。そしたら常さんに言われるんですよ、そんなにね思い詰めるなと、麻雀なんてのはな弁当の残りをかけて食う、そのぐらいのもんでいいんじゃないかと。で、なんかねちょっと考え方が変わったのか影響を受けて、なんかその勝負の世界に生きて勝って勝ち抜いてきた桜井会長ご自身がね、これはちょっとねこういうエピソードがあったよってことなんで本当かどうかはまだ分かんないんですけども、そういうエピソードがあった中で、麻雀ってそういうもんなんだなというふうに私受け取ったんですよね。これ麻雀だけには限らないですよ。人生でも恋愛でもあまりにも意味を追求しすぎると、その意味を追求することが苦痛になってくるんで、本当に今日は雨が降ったとかね、天気だっただから傘を差したぐらいの程度のもので、過ごしていった方がいいのかなと。肩の力を抜けってことなのかなと思いますよね。
で、私もね、YouTube があって本当に良かったと思いますけども、YouTube がなくても何らかの方法で、私が今送ってるような、似たような人生を送ってるんじゃないかなと思うんですよね。まあ分かんないですけどね、人生ってのは一通りしかなくて、if ってのがないですから。もし仮に私が YouTube がない世界とかに生きてるとしたら、なんかね、メールで情報発信したかなとかね、それこそメルマガとか LINE アットとか、あのブログ発信でもしかしたら速稼塾っていうのを運営したかもしれないですね。まあでもそんな世界はなくって、私は YouTube ってものがあったからこそこの速稼塾を始めたと言ってもいいぐらいですから、だから YouTube のおかげですね、本当に今助かってます、最近ね、デイリーモーションっていうのもちょっとね、そろそろ力を入れてみようかなと思うんですけどね、また一からデイリーモーション攻略みたいなやつで楽しんでいこうかと思います。いってらっしゃい。